まずはファンカバードかな。ああ、遅い。ノーチラスの速さに慣れた後だとインビンシブルは遅いな。ここここうーん、バルガバードやーい。とストーン、ファルガバード。ここは暗黒圏を極めようとする者が集まってできた村、ファルガバード。ここは宿屋、ここは生き返り、ここは武器屋、そこは防御。暗黒圏は暗闇の持つ恐怖を克服した者だけが扱える剣だ。魔剣士にしか使えん。アシュラ高い、すっげー高い。ボウ、デモンズメイ、デモンズシール。まずはね、アイテム回収だね。どこにあったっけ。こう武器屋と防具屋あるからってすぐ物買っちゃダメだよ。だいたい落ちてるから。魔法屋、あ、キャールラここで売ってくれるじゃん。何、ここで売ってくれるだと。買いに行かなくてよかった。まあまずはここから行こうかな。このあからさまの怪しさ。ハイポーションか、デモンズメールか、ハイポーションか、デモンズシールドか。基本このゲームはあんまり盾装備しないからな。盾を装備する暇があったら二刀流で力ずくで押すんだ。レベルを上げて物理で叩けばいい。右はなかったか、上もなかったかな。この人強いんだよな確か。勝てるだろう。よっ、この菊井文人にふさわしいものを探しておるの。倒せるかな。忍び、ブレイクが効いたっけな。何だった気もするな。一応試すか。効いたらラッキーぐらいで。ヘイスト、ヘイスト。早く効かないか。まあボスだしな、音楽も。じゃあファイガーで、ジェファイが入ります。ヘイストかな。うん、強くなかった。まあ私はちょっと先にザコとして出てきたはずだし。この菊一文字を授けよう。菊一文字は強いんだぜ。菊一文字参ります。あとアシュラがいくつかあったよね。遥か昔、魔剣と聖剣の両方を極め、すべての武器を使いこなせた者がいたという。確かその称号は忍者。暗黒剣以外で戦えば逆に分裂する怪物がいるのです。アムルの北にある暗黒の洞窟に住む魔物には暗黒剣しか効かないという。何人か修行に出てかけたが帰ってきた者はいない。この洞窟の怪物は暗黒剣でしか倒すことができん。お前たちには無理じゃ。無理でもやらなきゃいけないんだ。よし、とりあえずジョブチェーン。無理だと言われたら試してみたくなるのが。ジョブ、魔剣士48、ちょっときつすぎだよ。全然装備できないし、聞く一文字。とりあえず2本目がないから盾でごまかすか。デモンズメイル、ドンベイの攻撃だと増えるからな。
そして何よりも、まクエイク連発で突き進もう。こいつら増えるんだよな。超強え。片手の4回攻撃で一撃で摩擦できる。一回これやっとったらもうドンベの攻撃でも安全に倒せるかな。そしてサンダガあたりを適当に増えられると困るからやろう。うん、そうなんだよ、ちょっと弱いんだよなこいつら。倒しきれない。先に攻撃されると困るから結局やることがなくても魔法はしないといけないんだよな。ドランマか、それはあんまりいらない。まずとりあえずアシュラが欲しかった。お、デスクローさん、ファイラとエアロ先制攻撃。俺が先に殴れ。あ、どんどん先殴っちゃった。増えるわ。さっきの2匹の敵は暗黒拳特攻ダメージだね。こいつ以外に特攻なし。何より経験値が少なすぎてもうレベル上げするのがアホらしくなるっていう。もうどうつながって戦う。こいつらなら倒すしきれる。クエイクテレポで抹殺を狙ってみるか。あー、ダメだ、殺しきれない。テレポ、時空の狭間に吹っ飛ばしてくれればいいんだけど。ファイアしてエアロガかな。やっぱ2人いるな暗黒拳。これで死ね。多いんだけどな。あー、レモンズメールだった。早くコテツかアシュラが。もうそろそろクエイク終わっちゃうよ。エアロガ、まさか防御出るまで防御効果ないとは思わなかったな。サンダガぐらいで。エアロー、シレノス。
トマさん、あれだな、シーフにしてトンズラ連発でもいいな。こいつら本当経験値くれないからな。ただ最後に手裏剣買い漁ることを考えると金はいくらあっても困らない。あった、早くあれを取りに行きたい。どこで下がってるんだったかな。2体なら安心。三度あ、倒しきれてない。意味もなく魔法を使わなければ敵が増えてしまうんだ。辛いな。回復しておこう。クロノス。フリック。そんなにダメージ出ないな。クエイク終わっちゃった。やるだ。6回じゃ倒しきれない。あ、いけた、よかった。マッサル、生き方がわからん。どっからつながってたっけ。迷路、わら。クエイク終わっちゃった。よし、一撃で抹殺。61、なんだそれ。まあ増えますよね。わらわら。とりあえずこいつとこいつは倒せるだろう。でファイが一体攻撃。あれだな、ヘイス、あ、ヘイストない。ケアルダで全体回復。
さしく地獄だな、ここ。うわ、ギャルだ。全体回復の回復量の少なさが異常だよな、これ。愛がまだ2回しか打てない。この頃はキャルガを一体回復にして、完全回復を狙った方が安心するっていう。はいだ、これで終わってくれ。よし、倒しきった。アシュラ、どっちが強いんだっけな。アシュラ、あ、分かりにくいから一旦ですか。アシュラが74、虎徹が110。よし、引く一文字虎徹、めちゃくちゃ強くなった。でデモンズメールが1個、オッケーだ、逃げ帰ろう。強っ、わら。暗黒の洞窟行く前に他のダンジョン巡って暗黒剣集めてこよう。とりあえずオッケー。問題はリヴァイアさんに勝てるのかというところだよな。発信。リヴァイアさんは冬大陸にいるんだよ。冬大陸どっから行くのか違かったか。遅いんだよな。これがノーチラス並みのスピードがあったら最高なんだけど。大陸の行き方、行き方。暗黒の洞窟はさすがに魔剣士かける2がないと辛すぎる。クマさんは魔法を全力で使って切れたらシーフにするから、あとちょっとデブチョコボから装備回収しとこう。このあのゴールドマンの岬から右に突っ込むと大体あるんで、ほらこういう覚え方してるね。これここだ。来た来た、ここからか。いけるかな。ドールの水。まあまずはアイテム回収していっぺん帰ってもいいかな。ウロボロス。ボスはサンダガがよく効くような気がする。どれぐらいか分かんないな。どれぐらいのダメージ食らうのか確認しておきたいんだけど。
1300。もう1000超えが当たり前になってきた。ここの敵はそこまで強くないか。経験値で判断するか。2700。あ、結構強いな。先制攻撃。攻撃当たんねえ。弱い。そんな強くない。しかし毒った。毒なんてレベル1だぜ。ポイゾナ。ヒットポイントもそんなに高くないから、やっぱここはそこまで強くないな。もう毒の俺にはそれ以上毒攻撃は効かないぜ。結構体力が低いからな。できればレベルアップは空手家でしたいんだよな。フェニックスの北極の風、神々の怒り、大地のドラム。うほほーい、アイテムいっぱいだ。ハイポーション、ハイポーション、ハイポーション、ハイポーション。エリクサー、騙された。地下2階。わらわら。フランク隊。あ、よかった、眠りだ。混乱は怖いな。よし、起こしてくれた。起きないのか、この頃。ストナ、ストナは石化だけだよ。この頃起きねえのか。目が覚めた。ちょっちょいちょい。なんもできねえじゃねえか。みんな寝てる、羨ましいな。俺も寝たい。お眠の時間かい。ちょっと引くほど食らった。そうなんだよな、デモンズメールしかないからな。戦後へのダメージを食らうとは。28だもんな。55だもんな。魔導士ですら44あるのにな。恐るべきダメージ。アイテム、シーライオン。マーライオンのパクリかな。よし、ボス前で一遍帰ろう。弱いキルと魔法攻撃が連発できるから楽だね。クイック。7000ギル。お金も経験値も多いな。白の香り。白の香りはホーリーの効果だったな。イージスの香り。ラミアの猫。バッカスの酒。亀の甲羅。よし、ルートを覚えておかないわ。レモラ。やめてよレモラちゃん。クエイク、クエイクやろが当たんない。あんまり当たんない。もうちょっと威力が強くなったらクエイクで抹殺できるようになるとだいぶ楽になるな。帰ること前提だったら、もうあんま細かいこと気にせずに回復も使える。地下3階、この辺で終わりだったっけな。バックアタック率高すぎ。やっぱ、はるかさん死んだら
黙ってくれるかな。ギャルがあるな。クエイク、別に防御があるわけじゃないから結局こうするしかないんだけど。よし、ナイスカバイ。カバーしてる方が安全な気もする。両手立て防御かばう最強。そしてプロです。魔剣士なのに白魔法が使えるとはこれいかに。もう使っちゃったけど、違うアイテムだ。うん、ちょっと分け道多すぎるな。回復に帰ろう。サンダーが知ってみるか。どれぐらいダメージ通るかな。いいね、気持ちよい抹殺。ブラックホール、トールハム、リフレクトメイ。リフレクトメイの装備できなかったっけな。黒の香り。うん、できなかった。魔剣士にしよう。ここは魔剣士の村、ファルガバラって言いそう。やばい、もう勘弁してくれ。起こして起こして。起きろ。起きないね。エアロが一体で倒せるかな。二人目寝た。異常なまでの先制攻撃されやすさのバックアタックされやすさ、ファミコンのゲームは容赦ないで。どんどんお金も貯まる。よし、天使のあくび。ここで終わりだった気がする。まだあるけど、ボスだけだったかな。レモラさん、イソギンチャク、サンゴ、どっち。使わずに済んだ。リヴァヤさんいますよ。ここアイテムなしか。なしだな。倒せないこともなさそうだけど、安全のため一度テレポで。お休みしてからもう一度行こう。あー、よく寝た。魔剣士の上昇量やべえな。体力全然なかったよなこいつ。
23しかない。うわ、白魔導士よりも低い。もう今更お前らはいいよ。あ、10回ヒットになってる。攻撃が凄まじいダメージ。10回すごい、わら。よし、頑張れ。我はリヴァイアさん、光あるものにしか力は貸さん。試してやろう。かっこいいリヴァイアさん。サンダガがどれだけ効くかが効かなかったらもう即サポートに回ろう。フェイスト700、まあまあ900。津波760。なかなかのダメージ。でも2回は耐えれる。ハイポーション、ハイポーション、回復薬、手付きある顔。ナイス通常攻撃。フェイストの12回攻撃2000。よし、いける、勝てる。クマさんにハイポーションを使わして、ここはフェイストかな。くるくる、よし。倒しきった。リヴァイアを手に入れた。パチパチパチ。ふう。で、どれが覚えとこう。そしてテレポだ。回復回復。よく寝た。そして次はバハムートかな。発進。